皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンクエストをやっていきましょう。ミュウツーの強化途中まで終わったんですが、素材がなくてこの次ができませんということで、ここはですね、違う素材で料理を作りながらね、ちょっとずつ開けてもらおうと思います。ここでイバーク来るの使えるかな。わ、71レベルか。できれば90レベルぐらいでできてほしかったけど、しょうがない。硬くなる持ってるのと、岩砕きかな、これはですね、岩砕き持ち、ここには2回リピートストーンが入れられない、入れられないし、マルチソケットじゃないってことで、ちょっと残しておこうと思います。そうしよう。次作るのはどうしようかな。今素材でめちゃくちゃ余ってるのが赤と、ま、灰色なんですよね。でここの2つを使って作りつつ、なんかあの良さそうなポケモンが出てきた時にはそれを強化に使おうかなっていう感じです。できればね、素材をまた集めてケーシーをめちゃくちゃ呼びたいんですけど、呼べない。32だもんな、1回しか入らないですもんね。青の小さい素材が欲しいです。あの冒険していくごとに集まってくると思うので、今回はね、赤で作ろうと思います。ダイス出来上がりました。赤でも、もしかしたらなんか出てくるかもしれない。はい、レッドカクコロシチュー、赤っぽいポケモン。え、水タイプ、フリーザに入れようかな。83レベルすごい、なんかあのなんだ、パワフルストーンばっかり入る。ジタバタしながら波乗りするんだね。そっか、ちょっと使いづらいな。これは使いづらいからフリーザに入れようと思います、後でね。で次どうしようかな。今赤で作ってしまったんで、赤で全部やってもいいんですけど、赤か、コインキング多分ね、赤で出てきたはずなんですよね。そこで出てきてくれるとフリーザにまた入れられるんですけど、まだ47個、2個しか入らないから、90あれば一応ケーシー呼べるんですよね。なので今回はグレー。イワークの技変えられるかな、ちょっとなんか入んないや。たまにあの連打しても入らない時があるんで、あの手動でね、こっちの鍋のとこまで持ってきて作ってます。グレーで、これは技変え用に出てきてくれたら。2回はすぐ終わっていいですね。はい、灰色っぽいポケモン、サイコンが、どうしようかな、まあ、よく出てくるっちゃ出てくるんですよね、サイコン。はい、あの技ひらめき用ですね。1匹でいいかな、2匹いると100% いく気がするんだけど、まあとりあえず出てきてくれたら使いましょう。もう一回いわく来ないかな、いわく4回。たまに出てきてくれるんだけどな。灰色、さっき出てきたみたいにいわくが来ない。謎の草、これどうしよう、使いどころが、しかも毒持ってる。どうしようかな、毒タイプのポケモン用に使う、ちょっと考えておきます。めっちゃ迷う。次どうしよう、まあ、ゴールドの鍋にしてもう一回挑戦したいです。もしかしたらこれでもう一回やったらイワークになるかもしれないし、っていうことにしようかな。1匹71レベルで出てきたイワーク、育てて、イワークとミュウツーっていうのもありだと思うんですよね。やっと今2匹だけど、持ち技がな、なんか微妙。はい、イワーク、今使ってるチームに入ってるイワークが多分もう1
回突破するとレベル100になりそうなので行ってみたいと思います。絶対行けるところで行こう。12-2 で行けなかったらすごく悲しいので 12-1 で、ね、ここはねもうあのミュウツーのレベルは低いんですけどオートで行けるのでこのままね向かっちゃおうと思います。今使ってるイワークだと岩石封じで硬くなるなんですがこのね岩石封じの方を変えられたら変えたいんですよね。攻撃技じゃないのが一回出てきてしまってからそこからもう怖くて岩石封じから攻撃技ではなく変わったの3回繰り返して岩石封じに戻ったのでそこから動かしてないんですよね。本当はね違う技を入れておいた方が弱くは強くなれるんだけどなんでかな。でも今のままでもね1万超えとかたまにするからいいんですけどいいんだけどできれば3回。あとはラフレシアですね。今回多分イワークの方が先にレベル100になってラフレシアはまだ99のままだと思うんですけどミュウツーを入れられたからこそラフレシアを変えたい。12-9が、ね、奇遇の島一番最後だと思うんですがそこまで行くキャラクターを育ててから行こうと思っていてミュウツーが今途中なんですよね。結構ですね、イワーク3体で行ってるっていう方多かったんですが視聴者の方からいただいたコメントで私のミュウツー最強気質なのでこれで行くっていうのを決めたのとあとはね、ケイシーをユンゲラーにヒントさせてユンゲラーに最強気質を覚えさせようかなっていうのも今考えてるんですが、まあ、とりあえずね、ケイシー出てきてくれたらミュウツーの餌になってもらおうと思います。ミュウツーをとりあえず90レベルまでは持っていきたいです。なかなか素材がすぐなくなりますね。まあそこもねちょっとずつやり込み要素があるポケモンクエストならではなんですけどどうかな。今多分上がると思うんだけどなこれで上がらなかったら悲しいね。行くよね。よかった100やっと1個空いた。これラフレシアも99レベルになって1つ空いたら多分強くはなると思うんですけどミュウツーがねあと多分2レベルぐらいで1個ソケット開くと思うのでそれまでちょっと我慢かなっていうところです。いやなんか我慢ばっかりしてる。クエストのところになんかついてますね。というかやっとイワークが100レベルです。かなり時間かかりましたね。確か50ぐらいから育てた子だったんですけど私このイワークにはあんまりあの訓練っていうのをさせてなかったんですよね。させとけばよかった。レベル上げの訓練をしなくて技を変えるっていうやつばっかりしてたんですよね。クレベ到達でマテリアル10個だ。うわ貝の方じゃないんだね。虹のマテリアル10個もらいました。初めて自分で100レベルに育てた子です。今までね料理で100レベルの子が2回出てきてくれてて1回はね動画になってるんですけどそれ以外で自分で育てたの今回初めてなのでめっちゃ嬉しい。これ入れ替えたらどれぐらい強くなるのかな。現在 2万だ。2317だったのをちょっとなんかいろいろ取ってるから自動セットで変えてみます。だいぶ強くなってる気がする。2万1000いくかな。いったー2万1024。これはラフレシアも相手100レベルになったら2万2000まではいかないですね。ストーンが少ないから2万までもいかないんだけどあ2万2000まではいかないと思うんですけどやっぱりミュウツーを育てるか。これ上げると100なんだよね。100なんだけどどうしようかな。まだあの不思議そうをやるのはありかもしんない。これにしよう。あの色違いの不思議そうなので色違い不思議種にできました。あーでもこれも育てたいんだけどいっぱい育てたいのいっぱいあってなんか偏ってるんだよね。ちょっとずつレベル上がっていってる。3体だけでいいから100レベルが欲しい。
そしたら奇遇の島の最後のとこまで行けそうな気がするんだけどな。あとフリーザかで出てきてくれてるので、クラブがいるんで、クラブもあるよね。白龍もあんでかいけど、やっぱりね、海流にしたいんだけど、まあ、先にもうどうしても伝説を上げたくなってしまう。まだ32位。フリーザ登場するのは何デビかな。フリーザ何デビで使えるんだろう。ミュウツーが68とか67で使えたっていうのを考えると、あ、これいけないんだ、やばい、ドガスの使い道がない。まあ、65レベルぐらいまでフリーザ上がったら使ってみようかな。できればね、もっと上げてほしいんだけどな。リワーク技変わるかな、こっちの子。ちょっと一回試してみます。サイフォーン1体で技ひらめきって 56% だから、変わんない確率の方が高かったはずなんですよね。これで変わってくれたらサイフォーンばっかり呼ぼう。悲しい。わかりました。はい、じゃあの私のね、今使って100レベルイワークくんの技の厳選はもうちょっと時間が経ってからにしようかな。運だと思うんですけど、レベル低くてもいいからサイフォンとかね、岩系のポケモンをたくさん呼んで変えていくっていうのありですよね。そして図鑑がですね、122まで行きました。まだあと約30いるんですけど、前半はね結構埋まったんですよ。で、分かってるけど出てきてくれてない1体っていうのが多かったり、あとカラスはね、進化させればよかったんです。させるの忘れました。あとマタツモミまだこれから進化なので、そこやりたいのと、お、ここ埋まってる。で、最後のこの辺り、このなんかラスト4ページ目ぐらいからあんまりね埋まってないんで、ね、沢村の後ろね来ないです。EV 進化させたいんだけどな。で、ポリゴンのこの最後のページが一番埋まってないっていう感じになってます。え、まだまだこれからなので頑張ろうと思います。ということで、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。